皆さん、こんにちは。大成女子高等学校吹奏楽部です。本来であれば今の時期は吹奏楽コンクールに向けて練習をしているところでしたが、新型コロナウイルスによりコンクールやその他多くの演奏会も中止になってしまいました。演奏できる場が少ない中でこのような場にお招きいただき本当に感謝しております。ありがとうございます。私たち大成吹奏楽部の部員は95名おり、本当でしたら全員で演奏するところでしたが、感染予防のため本日は3チームに分けて演奏していきたいと思います。それでは改めまして、本日司会を務めさせていただくのは3年ユーフォニアパート長浜と2年トランペットパート秋山です。どうぞよろしくお願いします。まず1曲目に演奏します曲は東京スカパラダイスオーケストラのパラダイスハズノーボーダーです。この曲はキリン氷結の CM に使われており、とっても盛り上がる1曲となっています。2曲目に演奏します曲は今一番大人気のオフィシャルヒゲダンディズムのノーダウトです。この曲はフジテレビ系ドラマ、はいこれも大人気、コンフィデンスマン JP の主題歌に使用されていた曲です。ちなみに本日公開日となっております。皆さん映画館に行くときはソーシャルディスタンスを守ってくださいね。3曲目に演奏します曲は宝島です。この曲はパーカッションのサンバ調のリズムから始まるノリのいい曲です。中間部ではサックス、トランペット、トロンボーンのかっこいいソリにも注目してお聴きください。それでは3曲続けてどうぞ。
と海野と2年ホルンパート豊田です。どうぞよろしくお願いします。まず1曲目に演奏します曲は今大人気のオフィシャルヒゲダンディズムの I Love です。この曲はドラマ恋は続くよどこまでもの主題歌として使用された曲です。このドラマは女子高生に大変人気があり、私はいつもキュンキュンしていました。2曲目に演奏します曲はバックナンバーの高根の花子さんです。この曲は片思いの切ない気持ちを明るくキャッチーなメロディーに乗せて歌われた曲です。3曲目に演奏します曲はベイブリーズです。サックス、トランペット、トロンボーン、パーカッションのかっこいいソロにご注目ください。楽しい曲なので思わず手拍子をしたくなるような曲です。皆さんもぜひ手拍子をしながらお聴きください。それでは3曲続けてどうぞ。Thank you.
Thank you.
皆さんこんにちは。大成女子高等学校の真山です。今日は、このような、機会をですね、伊藤おばさんに作っていただき本当にありがとうございます。何かと日本全国ね、大変な状況ではありますが、うちの学校もなかなか活動が思うようにいかない時期がしばらくありました。おかげさまで、ね、ソーシャルディスタンス、そういったものも一通り徹底をしながら、日頃少しずつ活動の方を再開していく中で、今日このような本番を迎えられたこと大変嬉しく思います。対外的に、保護者の皆様には先月あたりから少しずつ発表もさせていただいたんですが、一般の方に演奏を聴いていただくのはもう2月以来ということで、ほぼ半年ぶりになります。やっぱりみんなに聴いていただき、それで拍手を温かくもらえることが、我々にとっても嬉しいことでありますし、私たちの演奏を聴いて元気が出たとか楽しかったとか、そういう風になってもらえたらと思います。最後にもう1曲だけ演奏させていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。最後、ね、今うちの人部員もですね、95人いて、本当は全員で、部員が95人いて全員で演奏する機会というのはなかなかないんですが、あ、これか、これを使うのかということで、でもこういった形でね、3チームに分かれて演奏させていただいてございます。さて、なかなか1人ずつの負担が大きいのは大変だったんですが、ちょっと今回、ね、聞いていただいたように3つ難しい曲をやったのですが、難しかった分レベルはアップした感じかなと思います。最近、歌手の方とかね、そういうのもちょっと目指している部員が1人おりまして、私がマイク持ってる場合じゃございませんが、最後に1曲、ちょっと有名な曲をですね、皆さんの前で表明させていただいて終わりにしたいと思います。準備は OK ですか？
「